こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。原子力空母から24日新型ウイルスの陽性反応が出たとの報道があった。これはセオノア・ルーズベルト空母の隊員3人が感染した。今、他の病院に隔離されている。米兵174人が感染している。米国ではかなり深刻化しているし、ヨーロッパでも感染拡大して、今、パンデミック状態にはいった。また、東京も、これから感染が拡大するのか。原子力空母で感染拡大などを思い出すのが、クルーズ船での感染拡大が。ついこの間の出来事。やはり、アルコール消毒などやって困らないものはない。用心には用心している。隔離されている隊員の数もまた違ってくる。どこで感染するか今となってはわからない。世界中が今危ない状況。渡航禁止になっている国の方が多いだろう。では、その米国の軍事展開を見ていこう。気になる部分だ。一口に空母といっても、当然ながら、スペックには違いがありますし、任務も様々に異なっています。では、配置転換されるという3隻について、これまでの過程を調べてみましょう。アメリカ東部時間の2018年8月3日、アメリカ海軍は、保有しているニミッツ級航空母艦のカール・ビンソン、エイブラハム・リンカーン、ジョン・シー・ステニスの合計3隻の、配置転換を発表しました。それぞれの艦の名前を見ると、下院議員、奴隷解放を訴え、南北戦争を戦った大統領、上院軍事委員会委員長など、アメリカの政治や軍事に深く関わった人に、ちなんでいることがわかりますね。ちなみに、ニミッツという名前も太平洋艦隊司令官、チェスター・ニミッツ元帥に由来するそうです。さて、1989年、平成元年に就役したニミッツ級空母の5番艦である、エイブラハム・リンカーンは、太平洋艦隊に所属していましたが、2011年に原子炉の燃料棒交換とオーバーホールを行うため、アメリカ東海岸のノーフォークに移動しました。船体を切断するという大掛かりな工程を経て、燃料棒交換作業及び試験も無事終了したので、再び太平洋艦隊へ復帰しました。ニミッツ級空母3番艦であるカール・ビンソンも太平洋艦隊に所属し、8月2日までハワイ沖での艦太平洋国際合同訓練、RIMPAC、RIMPACアメリカ海軍主催でハワイ沖海域で行われる各国海軍の軍事演習に参加していました。その後、ドック入りして、能力向上のための改修工事を行う予定です。その準備として、アメリカ西海岸ワシントン州のブレマートンに移動することになりました。ここには、ピュージェットサウンド海軍工廠があるので、
ここで工事が行われることになるのでしょう。そして、ニミッツ級7番艦、ジョン・C・ステニスは現在ワシントン州、ブレマートンに配備されています。この艦が実際に活動を開始したのは1995年ですから、今から20年以上にもなります。そのため、動力である原子炉の燃料棒交換とそれに伴うオーバーホールを受けることになりました。バージニア州ノーフォークへ移動して、そこのニューポートニューズ造船所でオーバーホールをすることになっています。オーバーホールによって、ニミッツ級空母は50年運用期間が延びるとされています。2017年7月に就役した新世代空母のネームシップ、複数建造された同じ艦船の中でも、最初に作られた艦船ジェラルド・ R ・フォードは、試験航海終了後に、2018年7月15日バージニア州ノーフォークに寄港しました。そして、ニューポートニューズ造船所で能力検証作業を開始しました。名前でピンときた方もいると思いますが、このジェラルド・ R ・フォードという名前は第38代大統領にちなんだものです。現地時間の2018年7月2日、アメリカのテキサス州アマリロのベル、ボーイング統合プログラムオフィスは新しいニュースを発表しました。ティルトローター輸送機 V-22 オスプレイのアメリカ海軍型 CMV-22B、 日本の陸上自衛隊向け MV-22B など計58機を総額41億9、153万3822ドルで受注したというものです。アメリカ海軍向けの CMV-22B は初めての発注です。この機体は空母への物資や人員輸送用として長い期間活躍していた C2 グレイハウンドに代わって活躍する計画となっています。ティルトローターというのは、離発着に4つの回転翼を使用する航空機のことで、もともとはベル社が計画していたものということです。ボーイング社との協力で開発が進んだということでしょう。このベル、ボーイング統合プログラムとは、ベル社とボーイング社の共同によるものです。ベル社は、主にヘリコプターを製造している航空機メーカーです。そして、ボーイング社は、言うまでもなく、世界最大の宇宙航空機器開発製造メーカーですから、この2つが共同開発するのは当然の成り行きですね。この計画は2016年12月28日に日本がアメリカ国防総省と締結した早期取得計画を更新するものと言われます。58機の内訳を見ますと、海軍向け輸送機 CMV-22B が39機。海兵隊向け輸送機 MV-22B が14機。空軍向け輸送機 CV-22B が1機。そして、日本の陸上自衛隊向け MV-22B が4機となっています。
今回の受注で注目すべきなのは、アメリカ海軍向けの CMV-22B でしょう。前述の通り、1969年代から艦上輸送機として使用されてきた C2 グレイハウンドの代替となるものです。現在使用されている機体 C2 は1984年から1990年にかけて製造されたもので、いわゆる後期型と呼ばれています。しかしこの機体も購入から25年以上経過しました。近年さすがに機体の老朽化が目立つようになったので、2015年オスプレイを新しい輸送機として調達することに決定したというわけです。住宅地での飛行についての課題、沖縄での墜落事故など、様々なニュースで目にすることの多いオスプレイという名前ですが、タカモクモウキン類の一種ミサゴという鳥を意味するそうです。タカモクというだけあって、目も爪も鋭い鳥です。タカよりは小さい鳥ですが、オスプレイの性能は、狭い場所でも離発着可能ということですから、ミサゴのような小さい鳥のイメージにふさわしいのかもしれません。CMV-22B ですが、基本的には、海兵隊向けの MV-22B とあまり大差のないものとなるようです。現在活動している C2 は、最大貨物搭載量 7.7 トン。航続距離 3000km 弱ですが、対する MCV-22B オスプレイは、最大貨物搭載量が約9トン。航続距離が 3500km 強なので、輸送量が増えることになります。最高速度や巡航速度は、C2 と比べると、確かに 10km ほど遅くはなるのですが、さほど大きな差にはならないと思われます。それよりも気にかかることがあります。乗員が長くいる場所、椅子です。C2 は旅客機と同様の人員輸送用座席でしたが、MV-22B は折りたたみ式の簡易座席になっているのです。ということは、あまり快適とは言えない状態ですよね。何と言っても、簡易座席ですから。長時間座っていては、腰に負担がかかることは、はっきりしていますし。C2 は、洋上航行中の空母に、ゲストを招待する場合に使用される機体です。人員を輸送するために、きちんとした座席を搭載できるようにするのか。どうか。そのあたりも気になるところです。毎回毎回、立派な座席を使用することはないでしょうが、例えば、政府要人などが乗るといった場合、それ用のスペースがなかったりしては困りますよね。2018年度予算に、陸上自衛隊向けの MV-22B4 機分の調達費が、計上されています。これが、一応、最後の発注分となります。日本が購入するオスプレイは、合計で17機ということになります。今回ベル、ボーイングに発注した
58機は、複数都市契約で2024年までに順次生産していくことになっているそうです。アメリカ海軍向けのオスプレイが正式発注されたので、アメリカ空母の艦上にも離着陸するオスプレイの姿が見られるようになるでしょう。